結局学校は夏祭りの出し物なんだ。そうなんです。この日のためだけに。どれくらいかかった？つくなよ。3年かかった。あと3年っす。3年苦節3年やばすぎ。サグラダファミリアとまで呼ばれた。リアルに3年だもんな。ガチで3年かかった。あ、じゃあ次の夏祭りまでにって置いといたの。うん、そう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 。わーね。うん、偉いね。ちゃんと計算してたよ。私デビューしてサーバー入った時もあったけどね、第1回の前に。うん、このマイクラサーバーができたばっかぐらいの時だよ。ほんと不思議。学校です。こちらが V スポ学園です。ここがもう卒業したよ。3年かかってるから。なんで留年して。みんないますか？みんないますか？これトトは。じゃあ皆さんに。あ、確かトト先輩どこ？え、トトいなんかね。待って待って、え、超えるかと思った。トト先輩だったもん。何やってんすか？何やってんすか？行きますよ。かわいい。遊んでるな、なんか。出てきた。じゃあちょっと皆様にちょっと教室をご案内しますね。で、こちらが教室になります。1年から3年全部合同です。同じ教室で受けてください。で、ちなみにこれ建築当時の V スポメンバーの人数が12人なんで12席しかないです。本当にすごい。それ3年かかったからね。はい、考え深いです。3年かかったんだから席ぐらい増やせよ。おトイレに行きたくなった時はこちらの、あの女子専用トイレで、あのここに先客が一人いるので気をつけてください。なんか言う。怖い。目合わせたらやばいやつ。あの男子存在しないで、ないです、男子トイレは。え、ガラスだ、すごい。すごいっしょ、すごいっしょ。すごいすごいすごい。すごいっしょ、すごいっしょ。すごい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 。どうか出ていただいて、こちらが気分が悪くなった時にこちらでお休みいただく保健室です。保健室。すごい。はい。すごい。すごい。体調が悪いです、先生。あ、大丈夫ですか？あ、先生。先生、言い過ぎじゃないなんて。今日はどうしたの？どこが悪いの？あら、頭がだいぶ悪いわね。本当にそうなんです。直してあげてください。お腹、治らないかも。だいぶ難しいね。治せないかも。お注射しよっかな。うわ、元気なか。え、やだな、なんか。で、こちらの生徒の方がね、ちょっと、あの校則違反とかをしてしまうと、この生徒指導室に入れられてしまいます。うわー、これはもう違反した生徒ですか？あ、いや、あ、これはの執行人 B です。あれ、ゆう、爪切りみたいの持ってる。爪切り知ってことか、これ。うわー、なんか皆さんもあのくれぐれもあの校則は違反しないように、はい、お願いします。はい、図書室でございます。おー、すげー。わー、いいな。こちらのみんな本とか読まないと思うので、漫画しかないです。あー、読まないです。はい、ありがとうございます。漫画しかないです。仮パクはしないでください。わー、いいな。あ、先生、このトゥラブルっていう漫画紙借りたいです。あ、それはちょっとね、それはちょっとまだベニちゃんには早いな。あれ、ラッキースケベダメですか？ダメですか？おませさんだな、ベニちゃん。ダメか。うん、あの以上になるんですけど、あの、まあ、ちょっと出し物っぽいことしたくて、皆さん未成年の主張って知ってますか？っていう昔の番組で、学生さんたちが、そう、こちらですね、屋上に上がっていただいて、自分の伝えたいことを叫ぶっていうことができるんですけれども、はい、誰聞く役の生徒しよう。好きな男に告白する女の子役やりたかったって。あ、じゃあちょっと、え、じゃあ私がその男の子役やろうかな。いや、いいです。え、なんでですか？冷める冷める。え、なんでなんで。そういうのはもう本当に雰囲気が大事だから。やべ、全然やるよ。全然雰囲気がね。え、じゃあ自分の学年と組と名前から始めてください。あ、男の子だ。じゃあ、いきます。1年3組、羽賀夏央です。僕は、僕は一ノ瀬浦さんが大好きです。返事は、返事は、ええ、ガチの動揺やめて。え、ガチで好きな時の反応じゃない？もっと推しがいるんかも。くっついちゃ、大好きでーす。
くっついちゃえよ、くっついちゃえよ。両思いなの。わ、私も。何言ってんだ。女。何言ってんだ。女、告白する側の女が良かったんだけど。あ、する側。じゃあ今のなしでお願いします。終わりです。売られてるやん。じゃあ私も一ノ瀬ウルハに言いたいことがあるんでいいですか。いけいけいけ。モテモテやん。1年 B 組ヤクモベニー、わーやー。今日は3年のウルハ先輩に言いたいことがあります。私が炎上してめちゃめちゃ悲しんでる時にウルハ先輩はめちゃくちゃ優しい DM をくれて、それでこれからも頑張っていこうって思いました。全然大丈夫って言ってくれてありがとうございました。優しい、優しい。にやめろ、優しいのやめろ。ガッツガツきた。いい話だな。ありがとう。お前がいてよかったよ。お前がいてよかったよ。ガチでいい話じゃん。はい、ありがとうございました。ゴチでいいオチじゃん。まあウルハ先輩だけじゃないんですけどね。でうちもだってヤクもベニーがメソメソしてるとこに慰めた。うん、そうだそうだ、うん、そうだそうだ。私も全然大丈夫。うん、慰めた。あ、ごめんごめん。うん。あ、私は一緒に泣いてたね。一緒に泣いてたね。一緒に泣いてた。一緒に泣いてた。一緒に泣いてた。一緒に泣いたね。やっぱいい種類泣いたよね。全然泣いてた。一種のいい絆じゃない、それは。一旦絆芽生えたね。そうね、そうね。もう伝えたいことある人いない？ちょっとうちもみんなに言いたいことがある。一年 A 組花房梨沙です。今日みんなに伝えたいことがあります。お前2年だろ。留年しました。夏祭り楽しかったけど、来年も同じメンバーで夏祭りできますか。できるよ。できません。できません。増えるよね。同じメンバーはできません。増えるってことですか。もっともっと新しいメンバーが出るかもね。じゃあそれでいこう。やったー。わーい。よし、なんかいいことばっかりだな。ね、モノモースない。モノモースは、うん、モノモース確かに文句とかないの。みんな、ない運営に文句とかないの。文句か、ガチのしかねえな。やめてやめてやめて。怖い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 。出せないガチのやつしかないか。出せないガチのやつだな。笑う、笑えるやつないわ。笑えないのしかないかも。おい、ギスギスするって。やばいよ、本気だと思われる、本気だと思われる。本当にやべえ。やばい箱だと思われる。いっぱいないからこそ難しいんだよね。そうなんだ。はい。先輩バイバイ。バイバイ。はい。いった。